ブルーリフレクション対どこに行こうかな。記憶取り戻したいんです。これは線路と水？心の時とは雰囲気が全然違う。本当に人によって変わるんだ。いろいろ歩き回ってると記憶が流れ込んでくるんだ。きっと志保ちゃんの記憶も見つかるはずだよ。記憶が流れ込んで。ただしここには。モンスターよ。春日さん下がって。みんなスマホ。どうしたの勇気。今そんな場合じゃ。志保変身できるって。本当？どうすればいいのか。これも体が覚えてる。きっと前も私はこうしていたはずだから。私戦います。志保ちゃん。志保さん、ぶっつけ本番で大丈夫？はい、いかそうです。私たちもしっかりサポートするからね。来るよ、みんな。バンバン行くよ。これがいいわね。打ち抜く。いつでもやれます。負ける気がしないよ。
分の体がこんな風に動くなんて。いやー、心強いなー。これでまた探索が楽になるんじゃない？役立たずで悪かったですね。もうそんなこと言ってないじゃん。拗ねないでよ。これから志保ちゃんと一緒に戦えるんだね。はい、いろいろ教えてくださいね、うつぼさん。うつぼさん。ごめん。もし同じように困ってる人がいたら、今度は私が手を差し伸べてあげられるように。え、私頑張るね、志保ちゃん。よし、じゃあ頼れる仲間も加わったところで、もっと先まで行ってみよう。皆さん、私の記憶をどうかよろしくお願いします。硬いな、春日さんは。え、こっちの方がいいって。ほら、行くよ。志保の記憶取り戻すぞ。バーン。えい、みんな準備はいい？私の番。おっ、装填よし。えい、見せてあげる。はい、そこ。よし、私の番。おっ、私で大丈夫でしょうか。いい感じです。やってやる。
ほら、頑張って。行きましょう。よし、私の番。さあ、まだ行けるよね。ほら、頑張って。よし、私の番。仕掛けます。ほら、頑張って。行きましょう。やあ、完勝です。やりました。もっと強くならなきゃ。邪魔するなら容赦しないよ。さあ、どう動こう。ほっ、いつでもやれます。いって、ほら、頑張って。よし、私の番。ほっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。何かに使えそう。ブオン、邪魔するなら容赦しないよ。さあ、どう動こう。せい、見せてあげる。ほら、仕掛けます。頑張って。当たって。よし、私の番。ふっ、攻め時ね。ほら、頑張って。いつでもいける。ほっ、もっといけるよね。はっ、行きましょう。大丈夫ですか。ま、こんなもんでしょう。するなら容赦しないよ。いつでもいける。ほっ、攻め時ね。ほら、頑張って。行きましょう。さあ、よし、私の番。せい、やってやる。そこ、仕掛けます。さあ、どう動こう。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。ねえ春日さん、明日も遊びに行こうかって話があるんだけど、来ない？ごめんなさい、明日も家の手伝いなんです。そっか、大変だね。うん、好きだから平気ですよ。
えい！邪魔するなら容赦しないよ。さあどう動こう。せい！こんなもんでしょう。負けません。どうしようかな。行きましょう。大丈夫ですか。よし、私の番。いつでも撃てるよ。よっ、完勝です。やりました。よいしょ。華麗に倒してあげる。さあどう動こう。はっ、いつでもやれます。大丈夫ですか。見せてあげる。はっ、よし、私の番。せい、いつでもやれます。大丈夫ですか。はっ、はっ、もっといけるよね。当たって、完勝です。やりました。うん、どっからでもかかってきなさい。いつでもいける。ほっ、言ってやる。ほら、頑張って。行きましょう。よし、私の番。ふっ、やだ。見せてあげる。ほら、頑張って。よし、私の番。せい。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。絶好調ね。また一歩強くなれたのです。詰まった。
華麗に倒してあげる。よし、私の番。攻め時ね。ほら、頑張って。いつでもやれます。あー、私、私の番。セイ。攻め時ね。はっ。仕掛けます。当たって。さあ、どういうこと。完勝です。やりました。ほら、頑張って。いつでもやれます。じゃあ、私の番。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。確かバレエだっけ。私そんなに上手くなかったから。それに転校でバレエスクールが遠くなってしまって、毎週親に送り迎えしてもらうのもなんだか申し訳なくて。うわ、よくできた娘さんだ。じゃあ親父臭いからやめなよ。
華麗に倒してあげる。いつでもいける。おっ、当たって。そこ、どう動こう。セイ、仕掛けます。大丈夫ですか。見せてあげる。よし、私の番。ほら、頑張って。もっといけるよね。仕掛けます。大丈夫ですか。私の番。見せてあげる。ほら、頑張って。行きましょう。大丈夫ですか。もっといけるよね。よし、私の番。ない。見せてあげる。ほら、頑張って。行きましょう。この力でみんなを守る。いつでもいける。くらえ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。そうね。ちょっと。うん。私頑張ります。さあ、どう動こう。はっ。いつでもやれます。さあ。攻め時ね。ほら、頑張って。どう動こう。ほっ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。よいしょっと。うん。取っておこう。するなら容赦しないよ。いつでもいける。ほっ。攻め時ね。ほら、頑張って。仕掛けます。やあ。さあ、どう動こう。攻め時ね。ほら、頑張って。仕掛けます。いつでもいける。もっといけるね。攻め時ね。ほら、頑張って。大丈夫ですか。よし、私の番。セイ。楽
勝楽勝、負ける気がしないよ。えい、邪魔するなら容赦しないよ。いつでもいける。ほっ、行きましょう。でもいける。いつでもやれます。攻め時ね。ま、こんなもんでしょう。どっからでもかかってきなさい。どういうとこ。見せてあげる。行きましょう。はっ、よし、私の番。せい、仕掛けます。見せてあげる。当たって完勝です。やりました。でもかかってきなさい。さあ、どういうこと。見せてあげる。仕掛けます。ほら、頑張って。よし、私の番。行ってやる。いつでもやれます。ほら、頑張って。私の番。もっといけるよね。見せてあげる。ほら、頑張って。完勝です。やりました。駅、あなたもバレエしてるの？はい、もうやめちゃいましたけど。なんでやめちゃったのか。それは、今のって志保さんの記憶？そうみたいです。バレエってバレリーナのバレエだよね。思い出した。私昔バレエをやってて、でもやめてしまったんです。なんでやめちゃったのかまではわからなかったね。誰と話してたんだろう。友達かな。友達、はい、大切な友達だったはずです。でもそれ以上はまだ。そっか。なんだか不思議な感覚です。パズルのピースを拾い集めてはめていくような。ピースはまだまだ残ってるはずだよ。探しに行こう、志保ちゃん。はい。あ、なんか周りと雰囲気が違う建物があるよ。本当だ。あれはお店かな。それにしてもあんなところにポツンとあるなんて。意味がないわけないよね。待って。
あのお店に近づけさせたくないみたい。一旦こいつらを追い払おう。よし、これで。ってまた出てきた。ユキ、こっち。まず、このままだと囲まれちゃう。ふふ、そっちがそのつもりならこっちにも考えがある。レナさん、ココロ、シホさん、ちょっと強引に突破するよ。はい、行きます。敵も多くなってきたね。い
しても、なんでこんなにモンスターが襲ってくるんだろうね。野生の生き物ってわけじゃなくて、明らかに私たちを狙ってくる。聞いてみるか。心の歪み。記憶を取り戻すためには歪みを正せって感じ。まあ分かりやすくはあるけど、なんだか恥ずかしいですね。心の中を見透かされてるみたいでちょっと分かるかも。でも皆さんに協力していただいている身で、そんなこと言ってられませんね。まあまあ、人間誰しも他人に知られたくない記憶の一つや二つありますよ。金城さんもあるの？そりゃあるでしょ。わかんないけど、忘れてるもんね。まったく適当なんだから。さあ、モンスターも倒したことだし、今度こそあのお店を目指そう。そうね。何かに使えそう。スマット！華麗に倒してあげる。いつでもいける。いつでもやれます。じゃあ攻め時ね。よし、私の番。いつでもやれます。大丈夫ですか？攻め時ね。はーい。どう動こう。セイフ。もっといけるよね。行きましょう。当たって。はっ。よし、私の番。ま、こんなもんでしょう。これでもっと役に立てます。するなら容赦しないよ。よし、私の番。ほっ。仕掛けます。やってやる。やー、ほら頑張って。さあ、どう動こう。ほっ。仕掛けます。大丈夫ですか？やってやる。ほっ。でもいける。ほっ。もっといけるよね。行きましょう。大丈夫ですか？見せてあげる。ほら頑張って。どう動こう。セイフ。行きましょう。大丈夫ですか？もっといけるよね。はっ。いつでもいける。やっ。Thank you.
するなら容赦しないよ。よし、私の番。ほっ、行きましょう。見せてあげる。さあ、ほら、頑張って。さあ、どういうこと。はっ、あまり無理しないでよ。行きましょう。大丈夫ですか。見せてあげる。ほら、頑張って。いつでも行ける。はっ、もっと行けるよね。仕掛けます。大丈夫ですか。見せてあげる。ほら、頑張って。はっ、いつでもやれます。行けるよね。限界。大丈夫？ちょっと休憩する。頑張って。いつでもやれます。大丈夫ですか？いつでも行ける。くらえ！もっと行けるよね。よし、私の番。ま、こんなもんでしょう。何かに使えそう。よいしょっと。バレエ好きじゃなかった？いえ、そんなことは。バレエもお店の手伝いも両方好きです。ただ、ただ毎日同じことの繰り返しで、本当にこのままでいいのかなって思う時はあります。ちょっと、するなら容赦しないよ。よし、私の番。行きましょう。攻め時ね。ほら、いつでも頑張って。ほっ、当たって。甘っ。ほら、よし、頑張って。私の番。ほっ、もっといけるよね。いつでもやれます。大丈夫ですか。いつでもいける。やめて。見せてあげる。ほら、頑張って。いつでもやれます。もっといけるよね。大丈夫ですか。さあ、どういうこと。くらえ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。何これ。えい、みんな準備はいい？いつでもいける。
プイ。いつでもやれます。当たって。攻め時ね。ほら頑張って。どう動こう。ほっ。当たって。いつでもいける。はっ。ほっ。大丈夫？ちょっと気をつけて。いつでもやれます。大丈夫ですか？さあどう動こう。見せてあげる。ほら頑張って。仕掛けます。大丈夫ですか？よし私の番。やってやる。ほら頑張って。どう動こう。完勝です。やりました。力が絶好調。あと一歩強っ。するなら容赦しないよ。いつでもいける。行きましょう。見せてあげる。じゃあそこ。いつでもいける。いつでもやれます。じゃあチャンス攻めるよ。いつでもいける。もっといけるよね。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。うん、負けません。さあどう動こう。ほっ。攻め時ね。行きましょう。はっ。キャー。私の番。いつでもやれます。いけ。チャンス攻めるよ。よし私の番。もっといけるよね。いつでもいける。でい。やしてるんだよね。そうなんですか。すごい偶然ですね。昨日も練習終わりに雰囲気のいい喫茶店があったからやってみたんだ。ありがとうございます。また来てください。うん、もちろん。で、言いたいところなんだけど、ここには短期レッスンを受けに来てるだけだから、この近くに有名なバレエの先生が住んでるんだ。じゃあここにいるのは一時だけなんですね。ちょっと残念です。詰まった。華麗に倒してあげる。さあどう動こう。はっ。見せてあげる。行きましょう。さあ、よし、私の番。せい。攻め時ね。
聞きましょう。どういうこと？攻め時ね。ほら、頑張って。完勝です。やりました。詰まった。邪魔するなら容赦しないよ。いつでもいける。やってやる。ほら、頑張って。いつでもやります。当たって。どういうこと？はっ、攻め時ね。ほら、仕掛けます。頑張って。大丈夫ですか？いつでもいける。はっ、もっといけるよね。いつでもやれます。さあ、どういうこと？もっといけるよね。逃げてあげる。てい。ま、こんなもんでしょう。ズバッと。どっからでもかかってきなさい。でもいける。見せてあげる。はっはっ、行きましょう。やー、いつでもいける。はっ、見せてあげる。ほら、頑張って。もっといけるよね。当たって。いつでもいける。はっ、やってやる。ほら、頑張って。いつでもやれます。やっといけるよね。完勝です。やりました。よいしょっと。大事にしまおう。よいしょっと。華麗に倒してあげる。いつでもいける。ほっ、攻め時ね。そこ、いつでもやれます。やー、さあ、どういうこと？せい、見せてあげる。そこ、かけます。ま、こんなもんでしょう。これでもっと役に立てます。
いつでもいける。仕掛けます。当たって攻め時ね。ほら頑張って。どう動こう。はっ、チャンスです。一気に攻めましょう。いつでもやれます。当たって。やってやる。はっ、いつでもいける。おっ、畳みかけるよ。ステイ。おっ、もっといけるよね。いや、見える。大丈夫ですか。ステイ。ステイ。もっといけるよね。見える。カゴを。まだまだいけるでしょ。見える。この間合いなら。見える。仕掛けます。やー、いつでもいける。おっ、チャンス。攻めるよ。ここに。もっといけるよ。やってやる。ほら頑張って。いける。やっ、いつでもやれます。もっといけるよね。さあ、どう動こう。じゃあ、やってやる。せい。こんなもんでしょう。このお店、近くで見るとわかるけど、喫茶店だね。喫茶店。あ、そっか、コーヒーってこのお店と関係してたんだ。春日さんのお気に入りの喫茶店とか。喫茶店、コーヒー、なんだか懐かしい感覚。いや、見覚えがあるところじゃない。これはきっと。入ってみましょう。ここは、やっぱりそうだ。ここは、私。かしこまりました。少々お待ちください。もう、志保、毎日手伝ってくれなくてもいいのよ。ううん、いいの。好きでやってるから。そう？ならいいんだけど。志保さんの思い出。あの感じ、聞こえた女の人の声って、多分私のお母さんの声だと思います。あれ、ということはここって。そうだ、思い出した。ここは私の実家、喫茶ラタンです。そうだったんだ。お邪魔してます。ここは思い出の中ですよ。そっか、つい。だんだん記憶がつながってきました。あの時の電車の友達。あなたもバレエしてるの。あの子はお店に来てくれたお客さんだったんです。なるほど、お店で知り合ったんだ。はい、それから
たまに見かけると会話をするような仲になりました。あの時も電車でたまたま鉢合わせて、その後何かあったはずなんですが、一旦電車のところまで戻ってみる？そうだね、喫茶店のことが分かった今なら別のことを思い出せるかも。よし、するなら容赦しないよ。よし、私の番。行きましょう。当たって。見せてあげる。ほら、頑張って。いつでも行ける。やめて。仕掛けます。大丈夫ですか？行ってやる。もっといけるよね。やあ、いつでもいける。やってやる。セイホ、ま、こんなもんでしょるためとはいえ、あっち行ったりこっち行ったりするのは疲れるわ。大変ですね。うん、でもバレエのことなら全然気にならないんだよね。私も好きでお店の手伝いをしてるはずなのに、あなたみたいにうまく笑えなくて。なんででしょうね。私でよければ話聞くよ。力になれるかはわからないけど。ありがとうございます。華麗に倒してあげる。よし、私の番。攻め時ね。行きましょう。いつでも行ける。いつでもやれます。大丈夫ですか？ま、こんなもんでしょう。するなら容赦しないよ。よし、私の番。セイ、仕掛けます。当たって。見せてあげる。よし、私の番。セイ、行きましょう。
父はサラリーマンでした。喫茶店を始めたのは私の転校がきっかけです。転校？はい、小学校の頃私が問題を起こしてしまって転校になっちゃったんだ。問題を起こしたこと自体は納得してるんです。自分の気持ちに従った結果だったので。ただそれで父がそれまでやってきた仕事を辞めて喫茶店を始めることになって、お父さんが本当にそれで納得してくれているのか私には分からなくて、だから私は毎日喫茶店を手伝ってるんです。まるで罪を償う囚人みたいに。よいしょっと。このまま電車でどこまでもずっと遠くまで行っちゃおうか。え、遠くってどこまで？わかんない、終点までかな。私なんだか悪いことしたい気分になっちゃった。全部投げ出して、一度も見たことがない景色を見たら、こんな変わり映えのしない毎日から抜け出せるような気がしない？その子は私の悩みをいろいろ聞いてくれて、そしたら言ってくれたんです。ずっと遠くまで行ってしまおうって。あてもなく目的もなくその電車に乗り続けて、そうしたらきっと気持ちがいいからって。なんかかっこいいね。はい、私から見るとあの子は自由で何にも縛られていなくて羨ましかった。二人はどこまで行ったのかな。追いかけようよ。きっとそこにあるのが一番大切な思い出でしょ。はい、私は彼女に連れられてそこでとても大切なことを教えてもらったんです。私の特別な思い出です。
別な思い出。にしても志保たちこんなところまで来ちゃったの？大丈夫？今さら心配したところで思い出だからどうしようもないでしょう。見守るしかないね。きっとここに志保さんの大切な思い出がある。はい。夕暮れだね。もうすぐお家に帰る時間。きっとこの思い出もあと少しで終わる。詰まった詰まった。どっからでもかかってきなさい。さあどう動こう。はっ、行きましょう。じゃあ行ってやる。ほら頑張って。やる。よし私の番。せい。いつでもやれます。大丈夫ですか？見せてあげる。ほら頑張って。私の番。っもっといけるよね。行きましょう。大丈夫ですか？そこ！いける。せい。ま、こんなもんでしょさん。そうだな。はい。ありがとう。よし。攻め時ね。ほら、行きましょう。頑張って。いつでも行ける。ほっ。ターン仕掛けます。
私の番。そこ。ま、こんなもんでしょう。そうね。さあ、志保、遊びに行こう。遊びにってどこへ？決めてなかったんですか？あ、じゃあ私ゲームセンター行ってみたいかも。どんなところなのか気になってたんだ。え、行ったことないんですか？ないよ。本当にバレエ一筋なんですね。でもかかってきなさい。いつでも行ける。見せてあげる。ほら、仕掛けます。頑張って。さあ、どういうこと？行ってやる。いつでもやれます。大丈夫ですか？ほら、頑張って。私の番。セイ、もっといけるよね。いつでもやれます。大丈夫ですか？攻め時ね。ほら、いつでもいける。頑張って。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。何これ。見せてあげる。ほら、頑張って。よし、私の番。行きましょう。せい。キャあ。見せてあげる。ほら、頑張って。どういうこと？ほっ、いつでもやれます。当たって。もっといけるよね。攻め時ね。ほら、頑張って。どういうこと？セイ、当たって。行
行けるよね。行ける。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。どっからでもかかってきなさい。よし、私の番。いつでもやれます。キャー！行ってやる。ほら、頑張って。いつでも行ける。セイフ。仕掛けます。大丈夫ですか？やれ、やれ。よし、私の番。もっといけるよね。いつでもやれます。大丈夫ですか、うん、見せてあげる。よし、私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。大事にしまおう。これえい、どっからでもかかってきなさい。さあ、どう動こう。はっ、うん、やだ。いつでもやれます。じゃあ、よし、私の番。行ってやる。ほら、頑張って。行きましょう。私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。でっかい。これが私の。なんだか冒険みたいだなって。冒険？ビルの森をかき分けて、人の波をかき分けて、未知の大地を歩く。これって冒険なんじゃないかって思って、変かな。いえ、そんなことはないです。冒険か、そう言われるとなんだかワクワクしますね。でしょ。
きっと私たちもレールの上の電車と同じだよね。どういう意味ですか？私たちは大きく道を外れることはできない。今日私たちはちょっとだけ脱線したけど、でも明日にはまたいつも通りの日常に戻る。脱線したままだと戻ってこれなくなっちゃう。だからレールに乗って進んでる。ゴールもわからないままね。私たちはまだ子供だから世界も全然知らない。レールがなくてもどこにだって行けるなんてのはさすがに絵空事だよね。そうですね、いきなり全てが自由になったら困るのは自分自身かもしれません。でもだからこそ一個一個納得していくしかないんだろうなって。線路の上に障害物があったら順番に取り除く。それを繰り返していくしかないよね。順番に取り除く。目の前に問題が立ちはだかったらその度に足を止めて問題に向き合う。じれったいけどね。はい、じれったいです。私は抱えている問題を見て見ぬふりをしていた。ただそれだけだったんです。しほちゃん、お父さんに言いたいことがあった。伝えたい気持ちがあった。知りたい気持ちがあった。
でも言えなかった。それを変えてくれたんです。一つ一つ今を変えていかないと未来も変わらない。それを教えてくれたのは。な、何？で、出た！デカブツ！みんな！目の前に問題が立ちはだかったら、その度に足を止めて問題に向き合う。行きます。
見せてあげる。ほら、頑張って。カゴ、もっといけるよね。の結晶で、これがこの世界の核になってるんだって。私の思い出。シホちゃん、触れてみるのです。はい。私、お父さんと話してみようと思う。私の本当の気持ち、お父さんの本当の気持ち、ちゃんと話し合って納得したいから。このままだときっと線路は塞がれたままだから。うん、きっとそれがいいよ。ありがとうございます。ありがとう、ひなこ。こちらこそ。今日は楽しかったよ、しほ。
も交換しなかったけど、でもこの日のことはずっと覚えてる。たった数日の関係だったけど、でも雛子が私を変えてくれたんだ。皆さん本当にありがとうございます。いろいろ思い出せました。記憶戻ったんだね。よかった。しほちゃん、ココロ久しぶりだね。しほちゃん、私のことも。うん、大きくなったね。しほちゃんも。一件落着かな。それじゃあ今日のところは帰ろう。帰るまでが探索だからね。遠足じゃないんだから。思い出したこと、いろいろ教えてよ。はい、皆さんの力になるものがあるかは分かりませんが。きっとあるよ。何しろ、今は何にも分からない状態だからね。そういえば、白井ひな子ちゃんって、あの、バレエで有名な人？何何、有名人なの？近年まれに見るバレエの実力の持ち主で、バレエをやっている人で知らない人はいませんでしたよ。え？そうなの？私知らないよ。すごい、天才っているものね。なんだろう。教えることはできない。ただ一つ言えるのは、これはいい現象ではないということ。すべては星崎青、あなたがここに来てから始まったの。ちょっと
あれどういう意味だと思う？謎。クラックとかいうのも結局わかんないままだし。それにしてもなんで青ちゃんだけなんだろう。信用できるのかって意味なら、新しくここに来た私もそうだと思うんですが。そうだよね、志保ちゃんも警戒されてもいいと思うんだけど。なに恥ずかしいな。もうま、こんな調子の人だし気にするだけ無駄な気もするけど。青ちゃんはいい人なのです。その用語何？私もまだ短い付き合いですが、星崎さんが悪い人ではないことは分かります。そうそう、あんま気にしなくていいよ。私たちはこれからも何も変わらないし。うん、青ちゃんは青ちゃんだよ。みんな、何を作ろう。これ作ろう。わかりました。任しとき。どれを使う。このどれを使う。君どれを使う。よし、まあこんなもんか。何を作ろう。材料は足りてるかな。頑張りますね。どの材料。君どの材料を使う。一丁やりますか。できました。どれにしようかな。これにしよう。カンカン、ま、はいよ。どれを使う。君どれにしようかな。よし、できた。何を作ろう。これにしよう。はいはい、わかりました。頑張るよ。どれにしよっかな。これをどれにしま、どれをどれにしよっかな。始めましょう。できました。どれにしようかな。材料は揃ってるかな。
の辺に置こうかな。上出来ね。よし。これが私の記憶。